第33回アメリカスカップは2010年2月にスペイン・バレンシアで開催されたヨットレースのシリーズである。本大会は様々な経緯により挑戦艇決定シリーズを行わず、贈与証書の規定に従いカップ保持者のチームアリンギに対し挑戦艇の BMW オラクルレーシングが挑戦する形となり、最終的に BMW をオラクルレーシングが勝利してカップを奪取した。1995年大会から15年ぶりに優勝敗はアメリカに里帰りすることとなる。第32回大会終了の翌々日、2007年7月5日、バレンシアにおいて記者会見が行われ、カップ保有者であるソシエテ・ノーティーク・デュ,ジュネーブよび挑戦者代表となったクルブ・ナウティコ・デベーラの連盟による 第33回大会実行議定書が発表された。また7月25日には同じくバレンシアにおいて、より詳細な実施要項が発表された。以下はその主な内容である。一方、BMW オラクルレーシングの所属母体号オルデンゲートヨットクラブは、このプロトコルには下記の問題点があり、贈与証書に違反しているとして、7月20日、 ニューヨーク州最高裁判所に提訴した。ギックは同時に新 IACC 企画が防衛側、すなわち SNG 主導で制定されることに抗議していた。これに対し SNG、悪夢側はチームニュージーランドの元代表であるトム・シュナケンバーグを議長とし、防衛側およびすでにエントリーを受理された朝鮮チームの設計者から構成されるルール制定委員会を設置。 新 IACC、クラスルールの制定を進めた。その結果、当初の予定通り10月31日に、アメリカズカップ90と呼ばれる新しい IACC 企画が発表された。11月27日同裁判所は、軍部には挑戦者代表としての資格がないとして、新たにギックを挑戦者代表とする判決を出した。これを受け、SN、g i は SNG、悪夢へ数にり、 和解案を提示するも、SNG 悪夢側は拒否。その結果、ギックは、贈与証書の規定に則り、全長、全幅90フィートのヨットによるカップ挑戦を SNG に対し通告。2008年3月6日、エミレーツチームニュージーランドは、SNG がギックによる和解案を拒否したことにより、次回大会が不当に延期されたとして、アリンギを提訴。 5月12日同裁判所は、ギックを正式な挑戦者として、次回大会を2009年3月に開催するよう、SNG へ通告。これを不服として SNG は上告。7月29日同裁判所上告部は、3対2の氷決でクネフを、挑戦者代表として、逆転認定。ギックはこれを不服として、同州高訴裁判所へ上告。2009年4月2日、 ニューヨーク州高訴裁判所は6対0の評決でに、新判決を破棄、再びゲックを挑戦者代表として認定する判決を下した。この判決を受け、ニューヨーク州最高裁判所のシャーリー・コーン・ライ批判時は、10ヶ月後に次回、アメリカス・カップを開催することを指示した裁判所命令を4月8日に交付した。そのため、 第33回アメリカスカップは2010年2月8日に開始されることが決定した。この一連の裁判所判決を受け、ギックは防衛者と挑戦者の相互の合意に基づく新しい大会運営議定書の策定を SNG に提案したが、SNG はこれを拒否。贈与証書には防衛者と挑戦者の双方が相互の合意に達し得ない場合に適用されるルールが定められており、 両者は19世紀に制定された増予証書の規定に従って対戦することとなった。ギックは前日の挑戦通告にのっとり、同クラブに所属する BMW オラクルが全長、全幅90フィートのトリマラン、BOR90 を2008年9月に浸水させていた。一方の SNG も、 同クラブに所属するアリンギが同じく全長、全幅90フィートの塊ラン、アリンギ号を2009年7月に浸水させた。このように、第33回アメリカスカップは、史上初めてマルチハルテ同士による対戦となることが決まっている。同時に、前述の裁判所命令は、カップの防衛者に対しレース開始の6ヶ月前に、開催地を発表することを求めていた。 またその開催地に関しては、バレンシアあるいは防衛者の選ぶ、いかなる場所とすると指示されていた。これを受け SNG は8月8日、第33回アメリカスカップをアラブ首長国連邦のラース・アルハイマで開催すると発表した。これに対し g ッ c は BMW オラクルの先見隊をラース・アルハイマへ派遣、現地調査を行った結果、開催地として、 不適格であるとの判断を下すとともに、10月1日、再び、ニューヨーク州最高裁判所へ、SNG の開催地選択を無効とするよう提訴した。この提訴に対する口頭弁論は10月27日同裁判所で行われ、ンライ批判時は11月1日から5月1日の間、北半球での対戦を禁じた、贈与証書の規定にのっとり、ギックとの 相互の合意がない限り来年2月ラースアルハイまで次回アメリカスカップを開催することはできないとの判断を下した。また同行党弁論で SNG は代替案として増与証書に準拠した南半球であるオーストラリア東海岸での開催を提案したが大会開催まで3ヶ月しかなく十分な準備期間が取れないとして GIC に拒否された。 また同時に招集されたセーリング関連有識者による陪審もバレンシアでの開催を指示した。この口頭弁論において、コーンライ批判事は開催地に監視明確な判決を下すことを避け、防衛者、挑戦者双方の協議によって解決することを求めた。また SNG に不服がある場合、控訴する権利も認めた。これを受け SNG は11月10日バレンシアでの 開催を前提としたレース工事を発表する一方で、ラース・アルハイまでの開催を求め同裁判所を上訴部へ控訴した。この控訴審の口頭弁論は11月25日に開催されたが、一方で双方の協議も続けられた結果、12月10日、SNG とギックの双方は第33回アメリカスカップをバレンシアで開催することで合意したと発表した。 ありがとうございます。